ということでやりたいと思います、プロジェクトジグソーを使ったモジュールプログラミングということですね。で、30分しかないんであんまり余談はできないんですが、今音楽流してるんですけども、この音楽知ってます皆さん？ミルマスカラスのテーマソングあのスカイハイという曲なんですが、これ歌ってる人誰らが知ってます？ジグソーあの勝手にジグソーのテーマソングにしておりますで、あ、こっちじゃないよ。で、ジグソーのことを話すんですけども、まあね、ジグソーのこといきなり話してもちょっとよく分かんないと思うので、背景のところからお話して、モジュールをどうやって作るのかということと、モジュールをどうやって使うのかというところですね。そういうところをお話していきたいと思います。で、一応自己紹介をしますと、 Java in the Box というサイトをやっております。あ、で、さっきスティーブの方からも言ってもらったんです。 これが Java チャンピオンのロゴで、日本には一人しかいないので、皆さんも頑張って Java チャンピオンになりましょうで、Java in the Box というサイトをやっております。で、クライアントサイド Java ばっかりで、あの、王道ではないですね、Java の。ニッチ系だと思うんですが、Java SE を、まあ、主に Java SE、あと Java FX ですね。で、一応この資料も全部 Java FX で作ってます。あの、パープ嫌いなんですよ。なので、全部自分で Java FX でやってます。で、いろんなところに記事書いてまして、今は IT プロの方に連載をしてます。でちょうど今、ジグソーの連載をしています。今週の木曜日にまた新しい記事公開されていますので、まあ、これで今日ちょっと興味を持っていただければ、そちらを見ていただくと、より深いお話が書いてありますので、ぜひご覧いただければと思います。なんか出てますね。で、去年本を書きまして、Java SE7、8速攻入門という、全然速攻じゃないんですが持ってる方とかいらっしゃいます？ああ嬉しい嬉しいあのジグソーは書いてないんですけどもラムダとかデータンタイムとか、あとは SE7 で入ってきた機能ですね、プロジェクトコインなんかが入って書いてありますので、特にラムダはかなり分量を書いて100ページぐらい書いてますので、もしそこら辺を SE8 を使うということがありましたら、ぜひご一読いただけると嬉しいです。ということで、じゃあジグソーの本題の方に入っていきます。で、バックグラウンドなんですけども、そもそもジグソーを知ってるっていう方どのぐらいいます？名前ぐらい知ってるっていうですね。はい、ジグソーって Java SE9 の次のバージョンですね。今度の3月に出ます。3月に出る Java SE9 の一番目玉の機能と言われています。で、そのジグソーなんですけども、まあ、モジュールを使うんですけども、そのモジュールを使って2つのことを解決しようと。本当はもっといっぱいあったんですけども、いろいろあの政治的なこととか、機関のこととか、そういうのがあって2つになっちゃいました。で、1つがクラスパスの問題。多分皆さん一度は経験したことがあると思うクラスパスの問題。あとは、スタンダードの標準のライブラリがすごい大きくなっちゃったという話ですね。で、これをどうにかしたいということです。で、まずはクラスパスの方から。で、ちなみにこの人が Java SE のスペックリードの、マーク・ラインハルドさんという人なんですけども、これ去年の Java 1の基調講演の写真です。でその後ろになんとなく見てると分かるんですが、なんたらじゃあっていうのがいっぱい書いてあります。これ何だと思います？これ全部一つのアプリケーションというかフレームワークというかシステムのクラスパスを展開したものなんですけども、よく見ると分かるんですけどね、これ Hadoop です。
Hadoop JAR ファイル130個あるらしいです。そうするとですね、まあ、いわゆる JAR ヘルというやつですね。JAR がよく分かんなくなっちゃうわけです。130個もあると。で、主に3つ問題があって、JAR ファイルが、このクラスパスを書いたんだけども、JAR ファイルが欠けていた。欠けていて動かない。あとは JAR ファイルがコンフリクトしちゃう。ここの中にもあるんですけど、バージョンが違うものが複数入ってたり、例えばライブラリ A が X を使ってる、B も X を使ってる、でも A が使ってるバージョンとは B が使ってるバージョンは違うというようなやつですね。そういうのが結構あります。あとは、内部的な、API、あんまり公開したくない、作った方は公開したくないんだけど、みんな使っちゃってるという API があります。でそういうのが作者は使われてるとは思ってないので、結構簡単に変えちゃおうと思うわけですね。でも外側の人から見れば、まあ、勝手かもしれないんだけど、パブリックなんだから使って当然だろうということで使っちゃうわけです。そうすると、バージョンが上がったときに内部作ってる人は内部のだから、もうどんどん変えてもいいだろうと思って変えちゃうと急に動かなくなっちゃうということがよくあります。でこういうような3つが主にジャーヘルの問題としてあるわけです。で、それぞれこれ原因があって、何が原因かっていうと、まず依存性が書けない、この中でメーブンとかグレードル皆さん使ってます？使ってますよね。メーブンとかグレードルって依存性書けますよね。ビルドするとき何かのモジュールはこれとこれとこれのジャーファイルを使うんだよとか、でそのモジュールはまた違う JAR ファイルを使うんだよ。そういうふうに、ビルドの時は依存性をかけるんですね、ビルドファイルに。でも それは JAR ファイルには入ってないんです。なので実行する時にはその情報が消えちゃうので、困ってしまうということ。あとはコンフリクトを起こしている原因はバージョンがない。 JAR ファイルって、まあ、ここの後ろにもありますけど、ファイル名の後ろになんか 2.1.0 とか書いてありますけど、あれはバージョンじゃないですよね。ファイル名ですよね、あくまでも。なので、そこが変わってたからといって、JAR ファイル自体が変わってるかどうかって全然わかんない。外側からはわからない。ということと、あとはパブリックがパブリックすぎる問題。パブリックにしちゃうと、もう誰でも使っていいだろうという問題ですね。で、こういう3つがあります。で、これを解決するのがモジュールというわけなんですが、実を言うとこの真ん中のバージョンだけはちょっと今回サポート外というか、バージョンはつけられるんだけどバージョンを条件にすることができなくなっちゃいました、残念ながら。なので、依存性とパブリックがパブリックすぎる問題に対して解決していこうというのがジグソーです。あ、クラスパスに対するジグソーの答えですね。で、まあ、どういう経緯を持って行われたかという、こういうのオラクルの人の前で言うの非常に嫌なんですが、というのも、2005年に始まりました。10年以上前です。その当時グラハム・ハミルトンという、伊藤さんご存知ですか、あの怖そうなおっちゃんがですね、いつも眉間にしわ寄せてて、なんかすごい話しかけづらそうな人なんですけども、彼が新しい機能として、その頃 Java SE5 が出た頃なんですけど、7に入れようということで、フレンズを C++ のフレンズを入れようという話を基調講 Java 1の基調講演にしました。で、フレンズ入んのとやめてくれないかなと思ったんですけども、その後本当に進んでしまって、まあ、フレンズはそのまま入るわけじゃなくて、2つに分かれてます。で、片っぽがスタンリー・フォーさんで、片っぽがアレックス・バックリーというので、何が違うかというと、上の方がパッケージング、そういうモジュールとかパッケージを入れるものですね、今でいう JAR ファイル、それを新しくしましょうと。で、アレックスの方はそういうモジュール的な文法を JAR の中に入れていきましょうということを、提唱しています。でそれぞれ、JSR がついていて、JSR277 っていうのが JAM という、Java アーカイブ、今何だったっけな、
ちょっと覚えてないんですけど、一般的にジャムと呼んでました。で、もう一つの方がスーパーパッケージ、まあ、これがモジュールになっていくんですけども、こういうのが、これが2006年です。10年前です、要するに。10年前にこういうのがあって、ただですね、ジャムは すごい議論を呼びました。それはそうですね、今まで JAR ファイル使ってて、JAR ファイルとは依存性のないジャム使いましょうと言われても困っちゃうわけですよ。まあ、依存性というか JAR を固めた、JavaE でいう和みたいなやつなんですけども、まあ、そんなのを新たに入れるなんてどうなのっていう話で、結局これ、なくなっちゃいました。で、スーパーパッケージの方は名前変えてモジュールというふうになったんですけども、これもやっぱり、だら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 と5年ぐらいやったんですが、結局議論が収束せず、一番問題は OSGI とどうするのとか、どこまでサポートするのとか、そういう話がなかなか決まらないという問題があります。で、結局ですね、その2人じゃ問題が解決しなくて、大御所が出てきたわけですね、マーク・ラインホルダーが。で、2009年に、プロジェクトジグソーが成立しました。9年ですよ、もう7年経ってるんです。ジグソーをやってから7年、要するにジグソーができたからといってすぐできたわけじゃなくて、こんな いろんなところぐちゃ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 っと、あっち行ったりこっち行ったり、サポート範囲はこうなってみたり、こっちになってみたりというのでずーっとやってました。皆さんも多分ご存知だと思うんですけども、 SE7 に入るといってスリップして、 SE8 に入ると思ったらまたスリップして、やっと Java SE9 に入るということですね。それがここら辺のぐちゃぐちゃっとした経緯になってます。で、結局は OSGI 的なところっていうのはかなり絞られて、本当に最小限のサポートしか残ってません。まあ、それでも最小限でも入るのと入らないので大違いなので、まあ、今後の Java SE10 とか11とかそうなってきたときに、だん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 機能が増えていけばいいかなというふうに思っています。OSGI も一番初めは組み込み系のもうちょっとちっちゃめのお話だったので、まあ、そこからだん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 広がっていけばいいかなと。で、今は OSGI とのコンパティビリティとかそういう、インターオペラビリティとかそういうの全然ないんですけども、まあ、多分そういうのも考えられていくと思います。まあ、こういう経緯をやって、まあ、10年以上にわたってやっと決まったのがプロジェクトジグソーということに、まあ、こんな長い歴史ですよね。ちなみにアレックスはまだジグソーをやっております。で、マークの片腕的存在で、まあ、実質今プロジェクトジグソーも JSR になってるんですけども、その JSR のスペックリードはアレックスになってます。ということで、こういうヒストリーがあったわけですね。行かないわけはここでした。で、やってるのがマーク・ラインホルドとアレックス・バックリーとアラン・バートマンとマンディ・チャンというこの4人がメインの4人で、Java1 なんかのセッションでもこの4人が出てきます。皆さんあんまり Java の開発者の顔って覚えられてないというか、名前も知らない方が多いと思うんですけども、一番向こう側のマークさんだけはぜひ覚えて帰ってください。いろんなところに出てきますし、彼は一番最重要人物ですね。 Java の最重要人物です。彼が辞めちゃったら多分もう Java なくなるってしまうというような人になります。ということで、まあ、こういう、まあ、4人を中心に作られているのがプロジェクトジグソーというわけです。というのが、背景の部分ですね。こんなゆっくりやってていいのかどうかよくわかんないんですが、じゃあそのモジュールどうやって作るのという話をしてみたいと思います。で、モジュールは先ほど言ったように JAR ファイルなんですね、実を言うと。今までの JAR ファイルとちょっとだけ拡張した JAR ファイルになってます。で、解互換性のために今までの JAR ファイルとしても扱えます。ただそれだけじゃなくて、先ほども言ったように依存性が欠けるということと、公開範囲、API の公開範囲を設定できる。あるパッケージは外側に公開するけども、このパッケージは内側だけだよとか、そういうことができます。
あとは一応バージョンが付けられるというこういう3つのところが拡張された JAR ファイルだと思ってください。もちろんこれに応じて言語仕様も変わっています。でそれを定義するのがモジュールインフォ Java と、あ、消えちゃってますけどモジュールインフォ .java というファイルに書いてます。ちなみにパッケージインフォ Java って書いたことある方いらっしゃいます？書いたことあるっていう、え、皆さん JavaDo 書かないんですか？パッケージインフォ Java ってあの JavaDoc を書いたときにパッケージの説明を書くやつですね。なので、Java のソースではないんです、パッケージインフォ Java は。まあ、HTML みたいな形ですね。まあ、それと同じようにちょっと特殊で Java ではない、Java の文法ではないものなんですけど、モジュールの定義だけをするというのがモジュールインフォ Java になります。で、その書き方なんですけども、ここではちょっと例題としてですね、こんなピース、ピースファクトリーとカッターという3つのクラス、消えちゃってますけども、四角の中からピースを抜き出してくるのがカッターで、そのピースを作るのがファクトリーで、ピースというのがジグソーのピースだと思ってください。で、カッターはもう内部的なものなので、外側にはファクトリーだけを見せると。で、できたピースを使うというような形で考えてください。まあ、これあくまでも例題ですけども。でこういう、まあ、ソース以下に置くんですけども、さて、モジュールインフォ Java はどこに置くと思います？ジグソー直下だと思う方。その上の JITB、これ Java in the Box って私のサイトの略なんですけども、ちょっと長いので略してますが、JITB の直下に置くと思う。1人。いやいや、違うよ、ソースの下だよって思う。あれじゃあどこ置くんですか皆さん答えはですねソースの直下に置きます。なので、今の名分なんかと同じように一つのモジュールで一つのソースディレクトリがあるような形ですね。そういうように作っていきます。ですからソースの下に複数のモジュールをごちゃ混ぜにして置いておくというのはこれからはできなくなってディレクトリを分けるというのが主流になります。でそのモジュールインフォ Java なんですけどもどう書くかというとモジュール文というのを使います。まあクラスと同じように一番初めにモジュールと書いてその後にモジュールの名前ですねを書いていきます。で波括弧でモジュールの名前なんですけどもこれは基本的にはパッケージと同じようにドメインの逆順で最後に何かそのアプリケーションを表すようなもの、まあ、ライブラリを表すようなものというのが、基本です。まあそれに習わなくてもいいんですけども、まあ、基本的にはこういう形になるというふうに思ってください。で、まあ、基本はこうなります。ということで、じゃあ依存性を書いていきましょう。で、そのネット JITB ジグソーというモジュールが全然見えないんですが、ここにですね、JavaFX があったと思ってください。JavaFX コントロールというのと、あともう一つ、出ちゃいましたね、Requires という文で書きます。で、JavaFX コントロールこれですね、というのと、JavaFX グラフィックスという、JavaFX も複数のモジュールから構成されているので、まあ、そういうのを書いていくと、もうそれぞれ1行ずつ。モジュールを書いていきます。で、requires と書いてあるので、1行に複数のモジュールを書けそうな気がするんですが、あの S は動詞の3単元の S なので、1行に1モジュールです。で、複数必要なだけ書いていくという形になります。で、これが依存性の方ですね。で、次は公開範囲なんですけども、この NetJITB、ごめんね、スティーブ。ここに出ちゃうんですけど Jigsaw App というのが使っているとしましょう。で、この Jigsaw のパッケージ、先ほどのインターナルは隠したいわけですね。Jigsaw 直下だけを見せたいというときには、パッケージ単位でエクスポート文というのを書きます。ちょっと紛らわしいんですけども、エクスポート文の後に書いてあるのはパッケージです。Requires の後に書いてあるのはモジュール名です。
は同じ名前とかにしておくとちょっとごちゃ混ぜになっちゃうんですけども、こっちはパッケージでこっちがモジュール。で、複数のパッケージを公開するんであれば、やっぱり同じようにエクスポート文をダラダラと書いていくというような形になります。まあ、これが、公開範囲と、あとは依存性の書き方ですね。で、こうなってきたら、今まではパブリックっていうのは誰でもアクセスできるという関係だったんですけども、これからはパブリックというのはアクセシビリティがあるというのではなくなりました。パブリックも、本当に外部に公開するパブリックというのと、内側だけに使えるパブリックという2種類が入ってきたわけですね。なので、まあ、他のプライベートとかプロテクティッドはそのまま使えますけども、パブリックが複数の意味になりますよというのが、ジグソーの一番大きい違い部分で、逆にここでエクスポート書かないと外側からは使えないので、一番初めにジグソーを使ってサンプルを書くときにはまるのがメインメソッドがあるパッケージ、メインメソッドのクラス、 Java であとメインメソッド書きますよね、メインメソッドのクラスを。それがエクスポートしてないと起動できないんです。 それは要するに外部からそのメインクラスをコールしてるわけですよね。そのメインメソッドがエクスポートしてないパッケージになると、それ公開できないので実行できないと。っていう、まあ、一番初めのサンプルでハマるところがそこですね。そういうように、公開するものをずらずらと書いておくというのが、エクスポート。で、これはどうしようかな。リクワイアーズにですね、パブリックというのが付けられます。で、パブリックというのが付けられると、そのパブリックが付いてる、ここはグラフィックスですね、こっちですね、これでエクスポートしているものを、その上の使っている人にまた再公開することができます。なので、ここで定義しているクラスとかをエクスポートしているんであれば、この人はこっちをリクワイアしなくても、この人をリクワイアすればこっちに行くよっていうのが、リクワイアズのパブリックになります。まあ、こういうように、まだもうちょっといろいろ書き方があるんですけども、いくつか、特殊な書き方というのがあります。ただ基本的にはリクワイアーズとエクスポートが書ければ、まあ、大体済むかなという感じです。で、書けたんで、じゃあコンパイルしていきましょう。コンパイルはですね、今までと違うのはマイナス MP と書いてあるところだけです。今までは CP、クラスパスというので設定してたと思うんですけども、これからはモジュールがあるところ、モジュールがあるディレクトリを、モジュールパスというので指定します。ディレクトリなので、一つ一つのモジュールを直接指定するのではなくて、モジュールがいっぱいあるところという意味ですね。まあ、レポジトリというにはちょっとおこがましいんですけど、まあ、そういうような扱いだと思ってください。で、複数も、もちろん複数のディレクトリを指定することもできます。で、あとは同じなんですけども、モジュールインフォ Java はちゃんとコンパイルするというのが、コンパイルで、違うのがモジュールを作るところ。作るといっても JAR ファイルなんで JAR コマンドです。ただ、いろいろ変わってます。JAR ファイルって CFV とかで作りますよね。 C で作りますよね。 F でファイル名で、 V でベリファイで、あれ、タとかやってる人だったらすぐ分かると思うんですけども、ユニックス文化になくて、触れてない人だと CFV って何なの、何のことだかよく分かんないということになりがちだと思うんですが、ジグソーではマイナスマイナスクリエイトということで作ります。JAR ファイルを作るようになる。で、マイナスマイナス F、ファイルイコールファイル名を書くと。で、ここはジグソージャーというファイル名にします。で、あとのマイナス C とかは今までと一緒ですね。あんまり皆さんでも JAR コマンドなんて使わないですよね 自分では。多分、ビルドシステムがここら辺対応してくれると思うので、あんまり気にしないでも多分大丈夫だと思います。まあ、一応 JAR ファイルがそういうふうにいろいろオプションの書き方が変わりましたよということだと思います。で、これで、あとバージョンはですね、JAR ファイル、JAR コマンドにオプションとして記述します。
マイナスマイナスモジュールマイナスバージョンで、まあ、1.0 だったり 1.0a とかそういう文字列として扱うので、ここに何でも書いてあげればいいと。 1.0 スナップショットとかでも何でも構わないんですけども、そういうふうに。ただそのバージョンをコンパイル時の条件にするとかそういうのができないと、残念ながらということです。で、JAR のマイナス P というのでその JAR ファイルの中身をちゃんと出してくれるんですけども、この場合には名前が、ネット JITB ジグソーでアットマークの後がバージョン名で、リクワイアーズがこういうのがあってエクスポートはこれやってるよというのなんですけども、なんか一つ余計なものがくっついてますね。 Java ベースというのなんですけども、この Java ベースというのは、まあ、ぶっちゃけて言うとこれなしには Java のプログラムとして成り立たない。要するに Java ラングとかJavaIO とか Java Util とかそこら辺の中心的なところを固めているのが Java Base というモジュールです。で、これはもう何も言わなくても絶対読み込みます。なので Mandate というふうになっていて、モジュールインフォ Java にも書かなくても OK というものです。ということで作れたので、じゃあ使っていきましょう。で、使い方って実を言うといくつかあって、まずは、今までのモジュールじゃないクラス、モジュールに含まれてないクラスからモジュールを使うという場合を考えています。で、その場合にはやっぱりマイナス MP でモジュールのところを書くんですけども、モジュールのディレクトリを書くんですけども、そのディレクトリの中のどれを使えばいいかわからないので、要するに依存性とか書いてないわけですよね。なので、マイナスアットモッツというので使うモジュールを指定してあげます。で、あとは、今までと同じですね。で、そうすると、ジグソーアップから先ほどの、ネット JITB ジグソーを読み込んで、この人はモジュールインフォ Java が書いてあるので、見えないんですけども、ここから依存性をどん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 引きずっていって、まあ、最終的には Java ベースをロードするという形になります。で、問題はですね、ここはマイナス MP しか書かなかったのでいいんですけども、どうしてもクラスパスを一緒に使いたいというのが出てくると思います。で、Jigsaw アップから、モジュールインフォ Java、モジュールパスで指定する部分と、クラスパスで指定する両方あるわけですね。で、Jigsaw アップがモジュールでない場合は両方使います。マイナス MP とマイナス CP 両方使います。ただクラスパスの方にある例えばコモンズのマスとかコモンズの IO とかそういうもろもろのサードパーティーのライブラリーとかは、これはクラスパスなんでモジュールではないんですが、内部的にはですね、これアンネームドモジュール、名前のないモジュールとして扱います。要するにジグソーっていうのは全部をモジュールとして扱ってるんですね、実を言うと。ただ名前がないとか依存性が書いてないっていうので、ちょっと特殊なモジュールとして扱ってる。ですのでこっちの、クラスパスで指定した方は全てのパッケージがエクスポートされていると、という、モジュール、名前のないモジュールになってるという扱いになります。まあ、これがあのモジュールじゃない場合から使う場合ですね。でもまあそれは過渡的なものでしかないと思うので、モジュールをまず作っちゃいましょうと。今のジグソーアップのところをモジュールにして、まあこれも同じようにコンパイルして使うときなんですけども、実行するときにマイナス M で指定します。で、モジュール名すらその後にクラス名という形になります。今まではマイナス M なくてクラス名だけだったと思うんですけども、モジュールの場合はモジュールを指定してその後のクラス名も指定するという形になります。まあ、ここら辺がちょっと今までの書き方とは違うところで、まあ、JAR を作るときにマイナスマイナスメインクラスというのを作ればメインクラスも指定できるので、これを指定しておくと先ほどのマイナス MP のマイナス M の後をモジュール名だけで済みます。
まあ、やるかどうかは好みなので、まあ、どっちでもいいかなっていう感じはしてますけども、まあ、そんな感じで書いてきます。で、ここがモジュールですね。で、問題は先ほどと同じようにモジュールパスとクラスパスです。で、モジュールパスの世界は今までと同じなんで、モジュールパスで書けるんですけども、問題はこっちですね、クラスパスの方。今、ジグアップのところからは依存性としてここら辺を書けないわけです。ジャーファイルですからね、今までのモジュールじゃない。ところでですね、クラスパスとして扱いません。マイナス CP がモジュールの場合は書けないんです。だからこれ書けないんです。じゃあどうするかっていうと、こいつらもマイナス MP に入れちゃいます。そうするとですね、この人、例えば、コモンズのマスとかコモンズの IO を使っている場合に、このバージョン名の前のところまでがモジュール名になります。勝手に自動的にそういうモジュールとして扱ってくれます。なので、この時はコモンズマスさん、コモンズ IO というモジュール。先ほどはアンネームドなモジュールだったんですけども、ここにファイル名からモジュール名を作ってしまう。で、これが分かれば、あとはモジュールインフォジャバのところにコモンズマスさんとかコモンズ IO と書けるわけですね。まあ、あくまでもサードパーティーのライブラリーとかがモジュールに対応してない場合なんですけども、そういう場合でも、リクワイアーズをちゃんと書くことができます。で、こうすることによって、今までクラスパスで指定してたところも、モジュールパスとして扱うことができる。これオートマティックモジュールって言うんですけども、まあ過渡期、多分 JavaS9 が本当に使われるまでって、みんながそれにモジュールに対応してくれるのってかなり時間がかかると思うので、こういうところはちょっと抑えとかないといけないところかなという感じはします。で、まあ、最後なんですけども、一番初めに2つ問題ありますと言いました。クラスパスと大きいスタンダードライブラリの話ですね。で、クラスパスは話したんで、こっちの大きいライブラリの話です。で、大きいんですよ。RT10 JAR というファイルになってるんですけども、RT10 JAR ってすごいでかくて、今、60メガ以上、70メガいってたかな。なんかすごいでっかいんですよ。で、そのままだとやっぱり扱えないので、それも全部モジュールに分けましょうということで、こんな感じでモジュールに分かれてます。見えなくていいです 私もここで見ても見えないので これは JavaOne の、発表資料からカッタンドペーストしてきたんですけども、いろいろ依存性があって、一番下に Java ベースがあるんですけども、一番上が JavaSE というやつです。今までの JRE と同じ扱いができるのが一番上の JavaSE で、実際にはどういうのがあるかというと、 Java マイナスリストモッツというオプションをつけて起動すると、ずらずらずらっと出てきます。60個ぐらいあるんですけども、なんたらアット9.0。あ、これちょっと古いですね。っていうのを今 9.0A になってる。あ、EA になってます。アーリーアクセスがついてる。これジグソーだけでビルドしたときには EA がついてなかったんですけど、今 EA がついてる。で、まあ、こういうのがずらずらっと出てきて、自分が必要なものをリクワイアーズ文のところに書いてあげる。そうすると、そのリクワイアーズ文に書いたモジュールが自分が必要なものを持ってきてっていうふうに、自分が使うのだけを持ってくるので、今までのように RT10 JAR を全部ロードするわけではないので、ヒープの使用量もかなり抑えることができます。ただ、そういうふうに言っても、じゃあ自分がどのモジュール使っているのか分かんないですよね。という時に使うのが、ちゃんとコマンドが用意されています。JDEVS というコマンド。で、JDEVS はですね、実を言うと JavaS8 から入ってます。入ってるので、皆さん今から使えるんですが、Jigsaw に対応されて、ちょっと、拡張されてます。で、マイナス S をつけると、必要な Requires 文に書く必要な、モジュールだけをずらずらっと上げてくれます。なので、この場合、先ほどのジグソージャーなんで、JavaFX コントロールと JavaFX グラフィスで、 Java ベースは勝手に入ってくれるので、この2つを書きましょう。マイナス S 使わないとどういうパッケージまで使ってるよっていうのも出してくれます。
もっと細かいのも出せるんですけど、まあ、あんまり必要ないかなと。で、この情報なんですけども、この情報は実を言うと JDEPS にはモジュールインフォ Java を書いてくれるというオプションがあります。なので、リクワイアーズ文と自分自身が公開しているというか、自分自身のパブリックなパッケージ、パブリックなクラスがあるパッケージを一覧のエクスポーツで書いてくれます。ですので、その中から、まあ、いらないところをパッケージ、エクスポーツ文のパッケージを切り出してあげると、削除してあげると、そのままモジュールインフォ Java のひな型になると。というので、結構便利なので、ぜひこれを使いこなしていただけると、モジュールインフォ Java は簡単に書けていいかなというふうに思います。で、あとはこれ最後なんですけども、JLink というコマンドが新しく加わりました。これ何かというと、自分だけのカスタム JRE を作れるという、コマンドです。要するに必要なモジュールだけを固めて JRE を作っちゃいましょうというのですね。で、書き方としては JLink のモジュールパスで、あとはここ、JDK の下に JMods というディレクトリがあって、そこに標準のモジュールが入ってるんですけども、その標準のモジュールも加えたいので、そこも入ってます。で、あとは自分が使うモジュール、依存性のあるところを書いておきます。で、ここは Jigsaw と JigUp と Control と Graphics って書いておけば、あとは依存性を見て、他の必要なものもずらずらっと入ってくれて、アウトプットとして Jigsaw というディレクトリに JRE を作ってくれます。ですので、その Jigsaw の bin というディレクトリに行くと Java エグゼがあって、Windows の場合は Java エグゼがあって、その Java でマイナスリスト持つってやると、これだけに減ってしまうと。まあ、JavaFX を使うのに、それぞれもうちょっと機能が必要なんで、モジュール引っ張ってくるんですけども、今までのに比べたらかなり少ない量で、ヒープも少なく、ヒープの使用量も抑えることもできるし、ロードの時間も抑えることができる。という、これ JLink って今までのオラクルとかサンの主張からするとかなり違っていて、こんなことやっていいのかなというふうな思ってしまうぐらいなんですが、面白いコマンドなんで、ぜひ使ってみてください。で、JLink した後に、パッケージングすればそれを配布もできるので、自分たちがアプリケーションを使ったときに必要最低限の JRE 作って、それをアプリケーションとして配布するということもできるようになっています。ということで、かなり駆け足でお話をしてきたんですが、30分に収まっているかどうかよく分かってないんですが、モジュールというのはディペンデンシーと公開範囲を決めるよっていうエクスポートの2つの機能が主なものになっています。で、一応バージョンも使えるんですが、ちょっと扱いはちっちゃいと、ちょっと残念なところですね。で、もうすぐ使えます。いつでも使えます。というのは、JDKJava.net というところに、今 JDK9 の、アーリーアクセス版が、公開されてるんですけど、今ビルドが120。昨日公開、というか毎週金曜日に公開されてるんですけども、毎週金曜日になると、ビルドがアップしていって、その中にもうジグソー入ってます。入っているので、それをダウンロードしてもらえれば、すぐに使うことができます。あともう一つ、ネットビーンズがジグソーに対応しています。で、時間があるかどうかよく分かってないんですが、それだけもお見せしましょうか。もう超簡単な、こんな sayHello っていうメソッドがあるだけのものなんですけども、そこにソースパッケージのところで新規ってやると Java モジュールインフォっていうのが含まれてます。で、これをやるとモジュール文を作ってくれるわけですね。で、まあ、ここはエクスポーツでネット、こういうふうに保管もちゃんと効きます。で、これビルドするとちゃんとできるんですけども、どれだっけな。
かんなくなっちゃった。表示じゃなかったっけかな。ですね、依存性のツリーが出せるんですよ。依存性のツリーはどこから出すんだっけかな。あ、忘れちゃった。ここで出すんだったっけかな。違う。あ、わかんない。焦ってるので完全に忘れてしまったんですが、ツリーも出せます。依存性のツリーも出すことができます。あのグラフィックとして出すこともできるので、リクワイアーズ分1個だけでもその下にずらずらっと入ってるかもしれないのです、まあ、そういうのも、ネットビン上で確認することができますということなので、残念ながらエクリプスとインテリジェはまだ出していないんですが、インテリジェは6月にベータ版を出すと3月ぐらいに言ってたんですが、本当に出すかどうかはまだちょっとわからないので、まあ、あの試しに使ってみるんだったらコマンドラインかネットビーンズでやってみるというのがいいと思います。ということで、私のセッションは終わりです。ありがとうございました。